パチモンちゃんの時間だよ。今日はこれ持ってきたよ、とんがりコーン。子供の頃からずっと食べてたんだよね、これ。今日はこっからコーンを持ってきました。こっからコーン。はい、こっからコーンです。こっからコーン、とんがりコーン、パチモンだ。イエース。パチモンだ、間違いない。味はあっさり塩か。あっさり塩味。これね、香ばしい味。あっさり塩よりは香ばしい味の方が全然引きがあるね。ね、気になるでしょ。あの、とんがりコーンといえば、うんうん、なんかよくあることがあるじゃないですか。ああ、わかった。はい、指にはめて食べる。こっからコーンにも韓国語で書いてありますけど、要は、うん、指にはめて食べるとさらに美味しく食べれるよってことが書いてあるんです。そうやって食べるのが主流なんだね。そうそう。しかも何これ、アイス。ね、アイス。アイスを入れるという、すげえ。とんがりコーン、ハウスだね。ハウスのとんがりコーンだね。こちらでロッテですよ。ロッテ。あのロッテですよ。あのロッテは意外とパチモンを作るよね。とんがりコーンは188円なんだよね。こっからコーンはね、181円です。7円安い。じゃあちょっと開けてみる。早速開けてみましょうか。見た目で言うともう一緒だよね。三角にちょっとシュッシュッシュで横の線が入って、うん、コーン状っていうね、うん、食べんの？当たり前じゃん。続きはないですよ。はいはいはい。うーん。あ、いいね。あっさりしてる。うん。あ、すごいあっさりしてるね。ポッカルは小指から食べちゃった。ポッカルもあっさりしてない？あっさりしてる。うん、味違うんだって見せかけ て食べたら味一緒っていうね。今日紹介したとんがりコーンのパチモンはポッカルコーンでしたね。チャンネル登録よろしくね。パチモン情報待ってます。